ルーディン動画です。9月の18日ですね、月曜日です。時刻の方は15時50分を回りました。現在の気温28度、体感33度ということですね。先週末の木曜日、ガソリン小売価格改定でレギュラーガソリンリッター23,900切符、レギュラーリッター23,900切符になってます。ちょっと投稿ね、間が空いちゃいました。ルーティン動画です。まあ、先週はよく降りました。よく降った。まあまあ雨量もそうなんですけど、タイミングですね、タイミングがもう絶悪でしたね。14時半、15時あたりからね降り始めたり、そんなことが多かったですね。しかもまとまった雨がね、降ってくれたおかげで、まあ、そのタイミングじゃね、とてもじゃないけど外に、ね、出ることはできませんでした。はい、まあ、今日はね、こんな感じで、まあ、天気もね、いい感じですね。バンビエンのね西側の、カルスト山のね、頂上付近がねちょっと雲かかってるぐらいでね、久しぶりに、海岸の景色よく見えます。さすがにねあんだけ降ったんでね、空気は澄んでますね。クリアな感じの空気でね、非常に、過ごしやすいのかね。バンビエの街中、最近の夜はですね、もう本当にね、まあ、いつものペースに戻ったというかね、まあ、日本からのね、旅行者の方、もうトントンお見かけしなくなってね、ひたすらラオ人と、あと韓国人かな、ね、時々中国人とね話して飲んでみたいなね、そんな感じですね。最近あれですね、昨日一昨日先ほどとい、ちょっと定かじゃないんですけども、いつも飲んでるね、飯屋の隣、これはチャンタラのね長男の友達の家なんですけども、そこで爆音が鳴り始めて、なんだよと思ってたらね、誕生日だということでですね、ちゃんとあの息子がね、喜々としてね、鶏をさばいて鶏をね焼いてましたね。で、音に巻き込まれて、久しぶりにねちゃんとあの弟、まあ若手ですね、10代のラオ人の青年たちとね、話をしてました。なんかね、なんかバンコクに留学するらしいですね。ちょっと前もね中国に留学とかね、ベトナムに留学とかって言ったんですけどね、結局言葉がねラオ語しかまあほぼほぼできないんで、怖かったんでしょうね。で、なんか今月の末にバンコク行くから野口に行かねえよってね、そんな話をしながら、はい、久々にね若手と飲んでました。おお、なんかあれですね、いつもの露店街もね、これからですねやってくるんでしょう。いつも通りに酒飲みながらぐだぐだ話しながらですね、時間過ごしてるんですけども、あれですね、テレビはねタイのニュースなんかをね垂れ流してる、まあ、タイの衛星放送を受信してね流してるんですけども、タイもこれからねなんか
首相が変わってとかね、あとはなんか何代か前のね、あのタクシン元首相がね、タイに帰ってきたとかね、いろんな感じで、あれですね、大きく変革しそうですね。で、ビザの発給要件なんかもなんか少し変えるみたいなことはね、一部で報じられてますね。どうなんですかね、日本のね、ちょっと前まで農部が45日滞在可能だったのがね、また今30日に戻っちゃってるじゃないですか、これをね、例えばコリアンパスポートだったらノービザで60日だか90日は滞在するね、そんな感じでね、ノービザ滞在の期間なんかをね、増やしてくれたりするとね、多分日本人旅行者もね、タイ足を向けやすくなるんじゃないかと思うんですけどね、ラオスはね、未だ2週間ですからね、ノービザ滞在2週間、2週間を超過する、滞在を希望する方はですね、イミグレーションでアライバルビザを取得する、もしくは E ビザですね、 E ビザを事前申請してね、取得するっていうふうなね、そんなこと流れになるんですけども、2週間じゃね、ちょっとね、ボケボケしてたらすぐ終わっちゃうもんね。この間のね、メールでいただいたね、タイじゃねえや、ラオスの長期滞在ビザのね、申請要件、発給要件なんかをね、教えてくれたっていう、ご連絡、これね、一番いただくね、ご質問だったんで、また改めてね、発給要件をなんていうね、まとめて動画にしようかななんて思ってたんですけど、なかなかね、カメラを回すタイミングがありません。けど結構ね、いろんな方がね、ビザの申請とかね、については、まあ、ブログなりね、動画なりで、解説したりするんでね、大体その辺の情報はいいんじゃねえのなんてね、まあ、別にね、僕はサボりたいわけじゃないんですけどね、そんなこともちらりとね、考えたりしてますね。まあ、これでね、大きくね、制度が変わったなんていうことになったらね、その時はそれでね、ご説明すればいいかなとも思うんですけど、まあまあどうするかは、ぼちぼち考えながら、やってきます。そして昨日ここなんかあれか葬式かな、あ、不幸があったのかな、そうですね、不幸がありましたね。まあ、なんだかんだ言ってね、毎日この辺はバイクでね、うろうろはしてるんでね、動画投稿しなくてもね、毎日のルーティンはね、こなしてます。はい、なんか、あ、そうそう、昨日ね、なんかあれですね、突然、知人から連絡が飛び込みまして、ちょこっと話したんですけど、今日本に帰ってるなんてね、衝撃の告白を受けましたね。はい、まあまあ、そんなにね、仲がいいってわけでもないからね、いつもかつもね、やるたびにね、報告することはないと思うんですけどね、まあまあ帰国前にね、ちょっと一声かけてもらえばね、ともちらっと思いますから、まあまあ大体事後報告ですね、皆さん、
か、ほら、ヒット系はねえな。おう、ブルーツアー、ここのね、カフェかと思ったらコンビニチックですね、目が。物販ってね、物販やりたがる人は結構多いんですけどね、物販ってどうなんでしょう。僕物販関わったことはないんでね、よくわかんないですけどね。あ、まあけどラオジンも結構物販ってか、なんすかね、あのミニマート系のね、小商売はね、ラオジンとかもね、好きですね、やりたがりますね。あれ楽に見えるんでしょうね、商品買って置いときはね、勝手に売れるからね。で、まあ在庫の管理なんかもラオジンしないですしね、ビール売ってても、あれだもんね、冷やすのが何、夕方の5時過ぎとかね、17時過ぎぐらいに、って気がついて、ビールをね、補充始めたり、それ朝やっときゃね、もう今頃冷えてんのいいなとか思いながら僕はよく見てますね、あとあれですね、売るものが品切れになったら、卸屋に買いに行って、でお客さん待たせておいたら卸屋行って買ってきて、アイルを取って渡すとかっていうね、あれやってるとそのうちみんなも卸屋に買いに行っちゃうんじゃないかなと思うんですけどね、だけどその辺ね、ラオウ人は、まあ、優しいというか納期なんでね、だけどもそれぼちぼちね、そんな納期なことも言ってらんなくなってくるんだろうね、前方3台の電動自転車ですね。あ、子供は元気だね、本当に、さあ、そんなわけで今日はどこで何本飲もう。